アメリカ歌手ミート・ローフさん死去74歳地獄のロックライダーアルバム「地獄のロックライダー」ダーで知られるアメリカの歌手で俳優のミート・ローフさんが死去した74歳本人のフェイスブックページで21日明らかにされた家族に見守れながら息を引き取ったとされるフェイスブックの発表によるとミート・ローフさんは60年間にわたるキャリアの中で 1> 1億万枚の以上のアルバムを売り上げ65作品以上の映画に出演した1977年地獄のロックライダーの販売総数は約4300万枚とされ史上最も売れたアルバムの一つ「愛に全てを注ぐ」でもヒットを飛ばし1993年にグラミー賞を受賞したミートローフさんは2003年以降少なくとも 3度公演中に倒れたことがある16年に「カラダで愛にすべてを注ぐ」を歌った後には脱水症を起こして倒れた映画の代表作には1990年代で最も高い映画の一つでカルト的に人気を博した「ファイトクラブ」1999年や「ロッキーホラーショー」1975年があるということですアメリカの歌手ミートロフさん74歳 えー、お亡くなりになられたということで、えー、このミートローフという,う名前はあの少年時代アメリカンフットボールで流していてその時にタックルが得意だった頃ことからこの現在のニックネームなんですねミートローフという名前がつくと、ね、いうことで食べ物の名前を、まあ、あニックネームというか芸名にしたという,う意味では。 パイオニアではないかなと思いますよね、うん、ハンバーグ師匠みたいですよね、うん、約60年間にわたるキャリアの中で歌手としては1億万枚以上のアルバムを売り上げっていうところでね、うん、あと俳優としても代表作に1990年にカルト的な人気を博した「ファイトクラブ」をはじめ65作以上に映画をにも出演されているということで えー、いろいろ多彩な、えー、方だなと、あとはこの外見の通り、パワフルなんですよね、パ,ラフパワフルなんですけども、も何かそのパワー重視で、歌い方としてはそんなパワー重視で押しまくる、えー、歌い方ではないんですよね、うん外見、外見のようにパワフルで来るかと思ったら。メロディーの美しさを引き出す えー、歌い方をされていると、はい、気になる方は、ね、YouTube で載っているので見ていただければと思うんですけどもこの大胆の風貌ですよねダイナミックで風洞でなんかワイルドでヘビ,ヘビーメタル風なあれですよね外見なのに音楽的にはとても繊細な楽曲なんですよねで丁寧ですごい、えー、シアトリカル歌唱される。 大衆のねロックアーティストなんですよね。うん。えー、アメリカ歌手、ミートロフさんの、えー、ご冥福をお祈りします。ということで、えー、本日のニュースの目の当たりた方、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。では、次のニュースでお会いしましょう。それでは、さよなら。